モロッコのハイアトラス山脈にあるコカ・コーラの広告。日本の湯の詐欺駅にあるコカ・コーラの自販機とベンチコカ・コロニゼーションとはアメリカ合衆国の清涼飲料、コカ・コーラを中心に推し進められているアメリカ文化のグローバル化のことであり、コカ・コーラとコリナゼーションのカバン語である。この後は1949年にフランスにおいて、 フランス共産党によるコカ・コーラへの批判の中で初めて文章中で使用された。さらにその翌年にはフランスの財務省がコカ・コーラの国内進出に反対した。それはコカ・コーラの国内進出がフランスの戦後復興にとって役に立たないばかりか、むしろ国内から米国へ利益が流出してしまうからという理由であった。フランス共産党はまた コカ・コーラの流通システムがスパイネットワークとして利用されることになるとも警告した。第二次世界大戦と冷戦を通じ、アメリカ国外の多くの人々がコカ・コーラをアメリカの文化に関連づけた。ヨーロッパにおいてコカ・コーラという商品は単なる炭酸飲料ではなく、ボトル入りのアメリカとみなされていたことから、ヨーロッパの人々の民族主義的アイデンティティの侵入と結びつけられ、 一部のヨーロッパ人たちは自国にコカ・コーラが進出してくることを拒絶した。歴史的概念としてのコカ・コロナイゼーションは1994年にラインホールド・ワグナイトナーの著書コカ・コロナイゼーションと冷戦第二次世界大戦後のオーストリアにおける米国の文化的使命の出版によってヨーロッパのアメリカ化の論争で認知度を高めた。アメリカは コカ・コーラやリー・バイスのジーンズなどの消費財の普及や、ロックンロールや、マーロンブランドの黒い革のジャケットなどの文化的シンボルを通じて、アメリカの理想を拡大することで、文化帝国主義を試み、ヨーロッパでの民主主義の促進を行った。この後は、医学文献においても、ライフスタイルの変化や二型糖尿病などの特徴的な慢性疾患の発生率の増加を、 表す言葉として使われているコカ・コロナイゼーションという概念は第二次世界大戦諸島に遡る。一部の国はアメリカの清涼飲料を拒絶したが他の国はそれを公然と受け入れた。このブランドは1880年代後半に遡るが基本的なブランド提案コカ・コーラは満足している。コカ・コーラは楽しくて爽やかな飲み物だブランド名と その独特のロゴも同様にほとんど変わっていません。このようなコカ・コーラのイメージは今日も続いている。第二次世界大戦が勃発してアメリカ軍が海外に派遣された時、コカ・コーラ社はアメリカ兵がどこでも5セントでコーラを入手できるようにすると誓った。こうして同社は太平洋と西部戦線で瓶詰ステーションを建設した。 第二次世界大戦の旧式コカ・コーラ自動販売機。ドイツ人はコーラをユダヤ系アメリカ人の飲み物であると認識していた。一方ソビエト連邦では戦争の英雄マーシャル・ゲオルギー・ジューコフがコーラを愛飲していたが、ソビエトの指導者、ヨシフ・スターリンはコーラをアメリカ帝国主義の象徴とみなし、あらゆる形での消費を禁じた。太平洋戦争の前線では、 コーラを軍隊に運搬するのに非常に苦労した。この問題に対処するために、同社は太平洋のあらゆる島全体に携帯式のソーダマシンを設置した。アジア諸国の人々は初めてコーラを飲んだ。同社によれば、コーラはアメリカ人の生き方を象徴するものだった。という理由で、飲み物は島中に広まったという。戦争中、コカ・コーラは 世界中で広告を展開し、広告の多くは、現地住民とコーラを飲むアメリカ兵があしらわれていた。また、アメリカ国外向けのコカ・コーラの広告は、現地の母国語で書かれていた。人気のある広告は、ニュージーランド、ロシア、フィリピン、ニューファンドランド、イタリア、イギリス及び、ポーランドでコーラを持っている、アメリカ人を好意的にイメージしていた。コカ・コーラによれば、 アドミラル諸島のジャングルからリビエラの役員クラブまでコーラが普及していた。第二次世界大戦が終わり、コカ・コーラはヨーロッパやアジアの国々へと進出した。1947年にはオランダ、ベルギー、ルクセンブルクでコカ・コーラの瓶詰め作業を開始し、1949年の時点ではスイスやイタリア、フランスといった国々でも瓶詰め工場を 設立していた。作家のマーク・ゴードンは、アメリカ人の理想は、彼らがコーラの瓶を飲むたびに、ヨーロッパ人に押し付けられていたと述べた。1950年代初頭時点、エジプト、アイスランド、イラン、西アフリカ、ニューギニア島を含む3つの大陸に63のボトリング工場があった。コカ・コーラを含む多くの米国企業は、ヨーロッパへの展開を通じて、利益を得た。 これらの外国の取り組みを通じて、米国はいくつかの米国企業の拡大を通じて、非公式にビジネスと企業帝国を築くことができた。中国の旧正月仕様にデザインされたコカ・コーラの店舗。冷戦の時点ではコーラを受け入れない国も出てきた。イタリアでは炭酸飲料が経営され、オーストリアではコカ・コーラの事業拡大が アメリカ文化と理想を海外に推し進めることにつながるとみなされていた。共産党の勢力が強かったフランスではコカ・コーラは資本主義としてのアメリカの象徴とみなされていた。自国におけるコカ・コーラの流行がアメリカによる植民地化の試みだと考えた彼らはコカ・コロナイゼーションという言葉を作り出した。同社がフランス国に瓶詰め工場を開こうとしたとき、 フランスの共産主義者たちはパリを封鎖してコカ・コーラを締め出すと脅した。1989年11月のベルリンの壁崩壊に伴う共産主義の終焉に伴いコカ・コーラはドイツで事業を展開した。医療専門家は医療ジャーナルでコカ・コロナイゼーションという用語を使用して不健康なアメリカの食品が海外に広まったことを表している。 栄養の大幅な変化が発生した。先進国はトランス脂肪酸と生成座糖が豊富な加工食品を発展途上国に輸出しており、狩猟や採集などの以前の生存方法からの変化を引き起こしている。コカコロナイゼーションは、新型糖尿病、肥満、心臓血管疾患のリスクの増加と、経済状況、そして脂肪分と糖質の多い安い食品といった要素と、 結びつけられている。床丹半島のマヤ族の場合、観光客を通じて健康なアメリカの食物がもたらされた結果、健康状態が悪化し、ますます食物に依存するようになった。同様に、グアテマラのツーツジル族も同じ食物に導入され、同じように健康への影響が減少した。新型糖尿病は世界中で広がり、過去20年間で着実に増加しており、 彼らの健康低下を表す言葉として、コカ・コロニゼーションという言葉が使われている。2015年の時点で、コカ・コーラは中国、グアテマラ、パプアニューギニア、メキシコ、ロシア、カナダ、イギリス、アルジェリア、リビアを含む世界200カ国以上で親しまれている。同社によると、コカ・コーラは OK の次に世界で2番目に理解されている用語である。 商品としてのコカ・コーラは国境を越えてブランドを生み出している。多くの政治的、学問的、会話的なレトリックでコカ・コーラという用語は特定の清涼飲料だけでなく一般的に商品の問題のある性質を表すためにも使われているメタ商品である。それは商品や資本主義を表すかもしれませんが、同様に帝国主義やアメリカ化を表すかもしれまない。 コカ・コロナイゼーションは、アメリカの文化やブランドの広がりを指すものとして、西洋化された、資本主義と消費主義の広範なインフラの例と、みなされている。一方、コカ・コロナイゼーションに対する反発もあった。2012年、ボリビアの外相、デビッド・チョケワナカは、コカ・コーラではなくモコ・チンチを飲めと発言するなどして、コカ・コーラを締め出そうとしたが、失敗に終わった。 コカ・コーラはフランチャイズを通じて運営されている。したがって、その生産の恩恵を受ける地域には、地元の瓶詰め工場が必要である。トリニダードは1939年にフランチャイズを取得したので、トリニダードでは、1975年のカニングスの訴訟で、他の古い植民地の会社と同様に、コーニングがカニングスの会社に瓶詰めされた。トリニダードでは、 甘い飲み物は贅沢品ではなく庶民の日常品とみなされている。コカ・コーラに関連してトリニダード等の飲酒に対する黒い甘い飲み物の中心性は何よりも島のほとんどの人々にとっての中心的なアルコール飲料としてのラム酒とコーラの概念に要約されています。正確な甘い飲み物の存在を必要とする一般的な飲み物を持っていることは 地元の環境へのその保持を強調する。ありがとうございます。